株式会社村本と申します。はじめまして。私たちが展示させていただいておりますものは羊毛の断熱材ウールブレスという商品でございます。一般の木造住宅の壁の中に入れる断熱材でございます。なぜウールを使うかと申しますと、日本は島国で非常に湿度が多い地域です。そこで木造建築の文化が座ってきました。その中で、木造住宅の場合木はやっぱり湿気には非常に強くない、湿気がない地域では場所ではもう100年200年持ちますけれども、湿気があるとやっぱり10年20年やっぱり腐ってきますし、シロアリが来たりもします。木が腐るとやっぱりそこの腐朽菌 の排泄物なんかでも人間にアレルギーなりも起こしますので、非常にやっぱり住宅としてはよろしくない。そこで最近は高気密高断熱って話もしばらく前まで流行っておりました。湿気が壁の中に入らないようにペーパーバリアっていうんですけども、サランラップのようなものを壁に貼ります。全面に湿気が入らないようにします。薄いビニールシートです。だそれも例えばそれがじゃあ50年60年持つかと言いますとやっぱり持たないんです。日本は木の家はやっぱり地震もありますし、木も湿気で動いたりもしますので、やっぱりどうしても欠損が起きます。欠損が起きるとそこからやっぱり湿気が壁の中にどうしても入っていくんです。でそういうことをやっぱ再現のためにどうするかって考えた末に、やっぱり湿度と調和していこうということを考えました。それで羊毛というものはウールというものは湿気を非常に吸ったり吐いたりを、もう天然のものなので別に何かをさせたりじゃなくて勝手にしてくれます。で壁の中は常に湿度が50から 60% に保ってくれます。そういう状態では木は非常に長持ちします。でカビとかないです。あと皆さんよく心配するのはウールは虫が来るんじゃないか、スーツなんかもね、セーターマフラーなんか虫来ます。これは岩塩から抽出しました硼酸で処理してあります。それをすることによって殺虫剤というほど強いものではないですけれども、虫が嫌がってきません。これはもう半永久的に来ないというオーストラリアの国立研究所も言っております。あそ国立研究所はもう1000年でも持つよということも言ってくださっております。だからそういうものを壁に中に入れて住宅も長持ちしますということで私はこれを言ってます。あとコスト的なことですけれども、日本で今断熱材という商品で使っている商品の中では値段は真ん中辺からちょっと高いぐらいです。これよりも高い断熱方法でいっぱいございます。でももちろん安い、まあ、よくご存知なのはグラスウールとかロックウールとかってありますけれども、あれから見ると2倍3倍ぐらい、倍数で言うとと思いますけれども、例えば30坪の家でこれしますと大体そうですね、まあ、40万から50万ぐらい、例えば3000万2000万2500万の家で30万40万コスト的にはグラスウールから見ると10万か15万ぐらい上がる、その程度で住宅の寿命が非常に伸びるということを考えれば非常に安いものです。それと住宅を持つ、やっぱり住宅は皆さんローン35年とか40年持ち組みますので、やっぱり長く持っていただきたい。で今日本の、まあ、話前後しますけれども、日本の住宅の寿命は今26年と言われます。国交省の発表です。別に私たち勝手に言ってるんじゃなくて、国交省の発表で建て替えのサイクルは26年と言ってます。でも皆さん35年のローンを組むんです。ローンは残ってるけど家がないっていう状態が今現状なんです。ただ崩れることはないんで、皆さん我慢しながらもう辛いけど住んでるっていうのが現状です。そういう中でやっぱりウールを使うことによってせっかくの住宅が快適に長持ちしてくれるということでこれをお勧めしてますので、ぜひご検討してください。お願いいたします。